皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の8回目、今回は3単元の S についてお話します。まあ中学に入ってね、この3単元の S って最初につまずきやすいところなんですけれど、ああもうこれ聞いただけでダメって思わないでください。まあこういうものがあったなくらい思い出すくらいで、もうこの時点で完璧に覚えなくて構いません。どん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 問題を解いていく中でこれね分かっていきますから、ここではあこういうものあったっけ、あそうだったんだくらいで聞いてみてください。英語には認証というものがあります。一人称、二人称、三人称です。で、一人称というのは自分を指す言葉です。英語だったら私は、だから I で、自分が入っている私たちはの We、この I と We が一人称、こうなります。それに対して二人称、これは自分の相手、あなた、あなたたちという言葉なので、相手を指すこの You が二人称になります。じゃあ三人称はというと、三人称というのは自分と相手以外を指す言葉、名詞です。例えば He とか She とか、人の名前のケイコとかゼイとかイット、他にもザットとかいろいろあります。もっと簡単に言うと I、We、You 以外の名詞、これは全て三人称なんです。こっちで覚えちゃった方が簡単ですよね。 I、We、You じゃない名詞は全て三人称で、あとはこの三人称単数、現在形の単数、単数というのは一人とか一つのこと、つまり一なんですね。単数つまり I、We、You 以外で一人を表す子、または一つのものを表す子、これが三人称単数の名詞ということになります。で、じゃあまあ単数あるから複数もあるんで、複数も覚えておきましょう。複数というのは2人以上、または2つ以上のものを指す名詞のことです。ですから三単元の S っていうのは、現在形の文の中で、現在形っていうのは普段のことを表す、文のことですね。私は毎日勉強しますとかね、私は月曜日から金曜日まで学校に行きますとか、そういう普段のことを表す文章、そういう文の中では主語がこの三人称単数の時、つまり I、U、We 以外で一人とか一つのものを表すもの、これが主語になった時、動詞に S がつくというルールです、ね、主語が三人称単数の時、動詞に S がつくルール、それが三単元の S、こうなります。では三人称単数の名詞を見つける練習をしましょう。次の名詞の中から三人称単数のものを選びましょう、こういう問題ですね。ではそれぞれ見ていきます。1番は A cat、 A cat 猫ですよね。 I、You、We じゃないから三人称ですよね。で、 A がついているので一匹ですから、 A cat は三人称単数の名詞ということになります。2番は I、 これ一人称ですからダメですね、これは違います。3番 Keiko、 Keiko、 これ女の子の名前ですよね。 I、U、We じゃないです、ですから三人称です。で、1人の女の子の名前なので、これは三人称単数の名詞ということになります。4番 They、 They は I、U、We じゃないですよね、ですから三人称です。でも They って彼らとか彼女たちというふうにたくさんの人のことを表していますよね。ですから三人称なんだけれど、これ複数を表すので、これは三人称の複数なので単数じゃないということで×になります。5番、 My father、 My father、 I、U、We じゃないですよね、だから三人称ですね。で、私のお父さん、1人しかいないんで、これは三人称単数の名詞ということになります。
6番 He 彼はってこれ I you me じゃなくて彼はという一人の男の人を指しているので三人称単数の名詞。7番 It これも一つのものしか指せないのでそれ三人称単数の名詞ということになります。8番 A dog A dog I you we じゃない、そして A がついているから一匹の犬と一つのものを指していますから三人称単数の名詞と。9番 We 私たちこれ一人称でしたね、ですからこれはダメです。10番 She I you we じゃないからこれ三人称です。で C は彼女はというふうに一人の女の人を指しているのでこれ三人称単数の名詞ということになります。11番 Ken and Mary Ken and Mary I you we じゃないからこれ三人称です。じゃあ単数かどうかというと Ken and Mary と Ken と Mary 二人を指しているんでこれ複数形なんですよね。ですから単数じゃないのでこれは×というふうにこんなふうに、三人称単数の名詞を探すことができます。では次は S の付き方についてお話しします。では実際に S の付き方はどんなふうにつくのか文を使って説明していきます。括弧1 I like cats I like cats 私は猫が好きです。この I の部分を主語 He に変えると He likes cats で Like に S をつけて He likes cats He likes cats 彼は猫が好きですという文章になるんですね。2番は We study English We study English 私たちは英語を勉強します。 We の部分を Tom に変えると TomStudies English Tom studies English 今度は単に S をつけるんじゃなくて Y を IES こう変わっていますね。Study の場合は Studies と Y の部分が IES に変わるんですね。カッコさん You go to bed at 10 You go to bed at 10あなたは10時に寝ます。この You の部分を Mary に変えると Mary goes to bed at 10 Mary goes to bed at 10 Go の後ろに ES がついて Goes になります。括弧4番 I have a dog I have a dog 私は犬を飼っています。I の部分を C に変えると She has a dog She has a dog 彼女は犬を飼っています。今度は Have が形が変わった Has なんてこんな風に変わるんですね。じゃあなぜこう変わるかというのを次に説明します。三単元の S の付き方には4つのパターンがあります。まず1番目単に S をつける、これは一番基本なんですけれどね。例えば Live 住むという単語は Live そのまま S をつけて Lives こうなります。で Speak 話すという単語ですよね。 Speak もそのまま Speak その後ろに S をつけて SpeaksSpeaks こうなるんですね。2番最後が OSXCHSH これで終わっているものは ES をつけます。 Go 先ほど出てきましたよね。 Go は O で終わっているので Goes というふうに ES がついていました。今度は Teach 教える、ね、CH で終わってます。ですからT、C の後ろに ES をつけて Teaches、Teaches こうなります。
こちら wash 洗うという意味ですね。 wash sh で割っています。 sh で割っているものは wash sh の後ろに es washes washes、 このようになります。3番は母音字のあいうえお、ね、ローマ字読みだったらあいうえお、これ以外の文字、これ母音字っていうんですけど、これ以外の文字を子音字って言います。子音字プラス y の場合はと説明している、ものもあるんですけど、まずあいうえおじゃない文字プラス y で終わる動詞、これは y を ies に変えますね。y を i に変えて es をつけるって説明しているところもあるんですけど、 y を ies に変えるの方がちょっと分かりやすいんじゃないでしょうか。で cry ね、叫ぶというね、単語ですけど、これ子音字プラス y ですね。 i u e o じゃないですよね、 y の前が。ですからこれは cry で y を ies cries cries、このようになります。そして4つ目は have、 これはもう単純に形が変わって has になる、ね、このようになるんですね。まず s をつける、ね、live lives speak speaks、最後は osx chsh の場合は es をつける、 teach teaches wash washes、 それからあいうえお以外の文字プラス y で終わるものは y を ies に変える、 cry cries、 そして4番目 have は has に変わると、このような4つのパターンがあるということを、まあ大体覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。